V バンドは電磁スペクトルのマイクロ波の中でも40から 75GHz のものと IEE により与えられた規格名。ミリ波レーダーや他の種類の科学研究を除きあまり使われていない。UHF 周波数帯の 600000MHz 帯域のバンド V と混同しないよう注意する必要がある。V バンドは大容量地上ミリ波通信システムにも使用されている。 アメリカ合衆国では、連邦通信委員会が免許のいらない無線システムに、対し57から 71GHz の周波数帯を割り当てている。これらのシステムは、主に高容量、短距離の通信に使用される。さらに70、70,80,90GHz の周波数は、マルチギガビット無線通信の、軽く認可された帯域として割り当てられている。 V バンドのすべての通信回線は、送信点と受信点の間に非妨害の照準線を必要とし、回線予算分析を実行するには、レインフェードを考慮しなくてはならない。1995年12月15日、星座内の衛星間の世界初のクロスリンク通信に、60GHz の V バンドが使用された。この通信は、アメリカのミルスター1とミルスター2の間で行われた。 60GHz は高いデータレート、狭いビームを可能とし、酸素の強力な吸収体にあり、地上にいる敵による防御に対する保護を提供できるため、安全な衛星クロスリンクにとって魅力がある。Wi-Fi 規格の IEE802.11、a d は 60GHz スペクトルを利用して、10メートルまでの非常に短い範囲で最大 7Gbit。 S, S のデータ転送速度を持つかもしれない。携帯事業者はより多くの帯域幅を必要としているため無線バックホールのコストを削減するために新たな周波数帯を探している。ライセンスが免除されている V バンドスペクトルと E バンドスペクトルの両方がはっきりとした技術的、経済的利点を有している。これらの帯域に割り当てられた2 7は 6から 38GHz の帯域幅制限周波数をはるかに超える数 g b ット秒の容量を可能にする。ポイント2ポイント無線バックホール回線を作るために使われる氷特殊構成アンテナを備えたケーブルフリー V バンド 60GHz MMW リンク V バンドおよび E バンドスペクトルでは無線システムは非常に広く割り当てられた。 スペクトル及びチャンネルを利用してマルチギガビットのデータ速度を提供することができる。これによりシンプルで強固で低コストのモデムとラジオの設計が可能となる。よって V バンドと E バンドのミリ波無線システムは6から 38GHz 無線システムに比べてコストの優位性を多く提供する。インターネットサービスプロバイダーはギガビットの高速サービスを客に展開する方法を 探している。FTTP 交代域ネットワークアーキテクチャや使用者に対する光ファイバーケーブルのトレンチングコストを低減するために行われるミドルマイルのファイバー網と組み合わせたラストマイルの固定無線を用いるより手頃の代替品によりこれらが実現できる。アメリカでは V バンドは免許が必要ない。よって V バンドは 家庭や会社に接続するためのギガビットサービスの固定無線アクセスとして魅力的な選択肢となっている。2017年3月現在、アメリカのいくつかの企業はそれぞれ連邦通信委員会に以前は商用通信サービスに多用されていなかった電磁スペクトルの通信サービスを提供するための非対地動期起動場の V バンド衛星のコンステレーション配置の計画を提出している。 ありがとうございます。